こんばんは、岩田淳ですえ。今日取り上げたいのはですね、政治と YouTube。ちょっとですね、いつもと違ったあニュースになると思いますけど、えたまたまですね、あの、朝日新聞の口論、高安論というところにですね、YouTube の特集がされてまして、3人のねえ、人たちが出ておられたということなんですね。で、この方がですね、まず言ってるのは中村よしみさんと。この人はね、1992年生まれでメディア研究者だそうです。1992年ですから若いですよね。 でこの方がね分、分析しておられるのは、やっぱり、ツイッターから YouTube に変わってるってことなんですよ。で、まずですね、あの、朝日新聞が、リード文を読みたいと思います。子供たちがなりたい職業に YouTuber が入ったと騒がれて数年。昨年にはついに YouTuber がネットで演説して参院選で当選を果たした。YouTube のある社会とは、ということで。まあ、これはね、やっぱ、もう、 時代の数世ですよ。で、これは、私もね、まさかね、自分自身がですね、大学の教員を辞めてね、YouTuber になるなんてこと、10年前に考えたことはなかったですからね。 で、どっちが今充実してますかって聞かれるとですね、私、はっきり申し上げて、大学で講義するよりですね、YouTube で話していた方が充実してます。それはですね、やっぱり興味のある人が聞いてくれるからですよ。興味のない人に向かって喋るっていうのはね、これ辛いことなんですよね。お互いにとって不幸の始まりですから。だからね、もうバーっとしてるわけですよね。バーっとしてね、そうですね、簡単に言うと、わけわからないお経をね、聞かされてるような感じなんじゃないですかね、学生からしてもね。 だから、なんかこのシステムおかしいなと前から思ってたんですけれどもね。まあ、昔ね、東京工業大学で、あの、一回だけ、あの、講義したことありましたけど、高校の学生はね、優秀でしたね。全員理系なんだけど、あの、文系のことについても質問が実に的確でね、やっぱりね、申し訳ないけれどもね、学力に応じてね、やっぱり、あの、全然質問のレベルが違うということはね、感じましたね。 まあ、大学の講義はね、私はこういう、なんていうのかな、ここまで自治的なことはね、ほとんど喋らないんですけれども、でも、まあ、自治的なものの中にですね、政治的な、この背景とかね、解説していくということは私好きなので、だから、まあ、いろんな本を読んでるんですけど、これが、こう、YouTuber として意見発信できるということは、私としては、まあ、楽しくやってます。で、そんな中でですね、中村さんが言ってること、まず YouTuber としてですね、ガーシー、 という方が NHK 党で初当選ということで、で、これはですね、それからもう一つ注目しているのが、国政選挙に初挑戦した賛成党が比例区で一議席ということです。で、これの鍵はですね、やっぱり YouTube だと。 いうふうに言うのが中村氏の指摘なんですね、えー。この研究所ではですね、中村さんがいる研究所、慶応大学の SFC 研究所なんですけど、ではですね、SNS、日本の政党や国会議員は SNS をね、どういうふうに活用しているのかを調査しているということです。で、2019年との参院選挙と21年の衆院選では、選挙で影響力を持つ SNS はツイッターだったと言ってるんですね。ツイッター。 皆さんもやっておられる方も結構多いでしょう。ツイッターですね。確かにツイッターも政治家やってますね。で、しかしですね、今度からはですね、この昨年の参院選では YouTube が選挙に影響をもたらしただろうということなんです。ツイッターはですね、まずですね、ツイッター、YouTube、Facebook など合わせた SNS 全体で、いいですかツイッター、YouTube、Facebook ですね。で、公式アカウントが参院選当時どれだけ影響力を持っていたのかっていうことを調査すると、 フォロワー数はですね、1位は自民党、2位は公明党、で、3位はですね、なんと NHK 党、4位は令和新選組、5位は賛成党なんですね。で、NHK 党もですね、賛成党も SNS での影響力では、野党第一党の立憲民主党を上回っていたのですと。 これは面白いですね。あと、つまり、立憲民主党、ネット法をやってる人は立憲民主党に入れないということですよ。これ、どうなるかっていうとですね、どん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 これから、YouTube とか Twitter とか、あるいは新しい SNS っていうのがどんどん出てくるでしょうから、えー、もうはっきり申し上げて、テレビは、いや、新聞は社用産業なんですよね。で、 これを見ている人たちだけが今立憲民主党に入れてるとしたらですね、立憲民主党の将来はですね、これはもう真っ暗ですよね。日本の将来は明るいわけですよね。ただまあ共産党もね、ツイッターをね、利用してると。これはあの、 評論家の白川あ塚あ先生がですね、よくおっしゃってますけれども、共産党っていうのはね、ハッシュタグの使い方が上手いんだということをね、で、こハッシュタグで何とかって出てくると、これ共産党のね、あれとねあの、ちょうどね、こうしてるということをね、研究してて、あ、なるほどというふうに思いました。SNS はね、やっぱりね、我々ね、今後極めて注目しなくちゃいけないと思います。えー、YouTube のですね、特徴的なのは、圧倒的にトップだったのは NHK 党。で、 約50万人もの登録者がいたということなんですね。で、以下、レイは賛成、公明、自民の順なんですよ。自民も YouTube ではまだあまり強くない。Twitter とかには疲れてるけど YouTube まだ弱いというのがここで見えますね。ちょっと自民党はこれ YouTube 手こやりした方がいいだろうというふうにまず見えますけど、まあ私、ちょっとこれから、あと政治とこの私なりのね、こ、えー、分析をしてまいります。で、ガーシー氏はですね、獲得したのは28万票で、 で、その28万票と YouTube がどれだけ結びついていたのかを分析するのは困難だと。これはおっしゃる通りですね。ただ、ガーシーという人の存在を知ったのは、YouTube で知った人っていうのが圧倒的に多いんじゃないかと考えると、やっぱり YouTube の効果っていうのはやっぱあっただろうと思いますね。で、この賛成党の選挙戦で特徴的だったのは、切り抜き動画をですね、どんどんどん,どん上げていたという,いう点が、えー、特徴だったと。 ということで、えー、テレビでは語られないタブーなる主張がですね、えー、YouTube を通じて全国に拡散されていくとあいうことをまあ分析してますね。まあ、だから、あこの今ですね、国会議員たちの間では YouTube も活用しなければという危機意識が高まっています、えー。YouTube はすでに社会的インフラと呼んでいい存在になっています。その意味では現状はようやく政党もここまで YouTube に力を入れるようになってきたというべき状況なのでしょうというふうにおっしゃっています。 政治について語ってるのはね、この人だけなんですよ。で、私がね、一番面白かったのはだからこれなんですけれども、で、このね、ひぐちさんという方がですね、えー、言ってるのは、この人はね、東海大の特任教授だということですけれども、この人の言ってることはつまらない。 はっきり言って面白みがないし、自分のね、学生が YouTuber になりたいという人がいて、びっくりしたということとかですね、YouTube っていうのの社会的責任について考えなくちゃいけないよって言ってるんだけど、つまり、簡単に言ったらですね、YouTube の社会的責任って何かって言ったらですね、私が申し上げてるですね、あの、この本の中でも申し上げましたけれども、迷惑系 YouTuber っていう人のはですね、わかりやすいんですよ。いましたよね、なんか、えー、っと、なんか、 刺身だかなんか食ったとかなんかいう変な人いました。で、そういう人はね、あの、わかりやすくて、もうアホなだけだから、はっきり言って、それは見る人のレベルも低いし、で、それは犯罪として対処すればいいだけなんです。迷惑系 YouTuber。なんかいたでしょうなんか前もありましたよねなんか、コンビニの中に寝転がってみたとか、コンビニのアイスのところに寝転がってみたとかね、ね、あの、アホな学生がそれ YouTube に上げたとかですね。まあこれ、ただの迷惑系だし、まあ私に言わせると、端的に言って頭が悪いんですよ、こんなのは。 で、こんな頭が悪い奴らっていうのは淘汰されていくから別にあ、それはそれなりに法律的に適応したりですね、対応したりしていけばいい。お店側があの迷惑行為として訴えればいいと。それだけの話だと私は思います。でも、立ちが悪いのはですね、迷惑系。一見するとなんか、立派そうなこと語ってるんだけど、言ってること嘘ばっかりじゃんと。いうような YouTuber ですよ。で、これで言ってることが嘘。 だけならまだね、ねまだいいとは言わないけど、嘘よりもひどいのになると、例えばね、昨日言ってた、あ申し上げた、あ成田祐介氏かな。例えば高齢者をですね、集団自決すればいいとかですね。で、あの、大悟っていうね、この人はすごく影響力のある人なんですよね。で、この人は、あのー、 学者でもないから何なのかよくわかりません。多分ん YouTuber でメンタリストって言ってるけど、メンタリストって一体何ぞやと、いうことでちょっとよくわからないんですが、この人はね、ホームレスなんかいなくていいと、猫の方が可愛いから、僕の収める税金は猫に使ってくれとかね、とんでもないこと言ったんです。これ、細かくはね、この中に書いてありますから、ぜひですね、ご覧いただきたいというふうに思いますが、で、そういうのの社会的責任というのはどうすればいいのかって言ったときに、 で、昔の話を出すんですよ。新メディアが登場してきた時の過去のことを見たらいいんじゃないとか言って、例えばラジオが出てきたよと言った時はですね、ラ,ラジオですね、放送の公共性に関する議論が出てきたということですね。で、日本でテレビ放送が始まったのは1950年代で、当初は見ると馬鹿になるといった批判も寄せられ、 なんか偏見が持たれていたというけれども、BPO がえ自主的チェック機関として設立された2003年で公共性を支える仕組みが確立されたと言ってるんですけれども、何を言ってるんだと。今でもテレビは見ると馬鹿になります、これは。テレビなんか見てるっていうのは、もうそれは、あの、はっきり申し上げて知的水準が決して高いとは言えない。あれ見てですね、ゲラゲラ笑ってる神経っていうのは、やっぱり、どう考えてみても情報弱者。 だし、えー、あるいは昼の、あのー、なんていうんですか、ワイドショー。こんなのでコメンテーターの言うことを真に受けてる人っていうのはですね、はっきり言ってレベルが低い。私ね、聞いたことあるんですよ、メディア関係者に。で、こ,れこの方はもう亡くなったあ先生だったんですけどね、メディアの、あのー、まあ、具体的に言っちゃいますとね、産経新聞の政治部長かな、務めてた人なんですけど、で、この先生がね、おっしゃってたのは、岩田くん知ってると。テレビって、 ど、どれぐらいの水準をしてるか知ってるテレビ局ってのは国民のことすごい馬鹿にしてんだよっていうふうに言って。どういうことなんですかって言ったら。だからワイドショーとかああいうの見て、あの、わかるようなのっていうのは小学校6年生ぐらいの知能を想定して作ってるんだと。小学校6年生でもわかる程度のことを言わないと主婦にはわからない。これ馬鹿にしてるでしょというふうに言ってたけど、確かにね、馬鹿にされてるんです。だからね、テレビなんか見ない方がいいんですよ。まあ たまにね、私が出る番組はご覧いただいてもいいんですけれどもね。だけど、テレビはやっぱりね、水準低いですよ。極めて水準が低いと。いうことで、まあ、だからこの、この方のはね、つまらないし、これ、出てくる必要がない。あの、はっきり言って、いらない。YouTube について詳しくない。だから YouTube について語るにはですね、ふさわしくない人です。×。で、次はですね、この人はね、実際の YouTuber なんですよ。で、シルクロード氏って、皆さん知ってます 僕、これ知らなかったんですけど、フィッシャーズっていうんですかえー、なんかやってるんですけど、僕はね、これ全く知らない YouTube の、えー、見たこともないようなので、さっきね、あの、見てみたんですけど、いや、僕はね、何が楽しいのかよくわからなかったですね。なんか、10万円のなんか袋を買ってきて、なんかこれをなんか開いてみますとかいう、まあ、テレビのね、バラエティ番組を、 え、仲間内でやってるっていう感じの、でしたね。でもね、この人たちもね、私はね、YouTube 自分でもやってるからわかるんですけどね、これね、2日に1回ぐらいのーペースで動画の撮影をしてますと。企画を考え、多い日だと1日で3本ぐらい撮りますと。撮影場所の手配や動画の編集も含めると、動画を1本作るのに1日から2日かかります。わかります。 この方もね、見たらね、30分ぐらいの動画なんですけどね、30分ぐらいの動画っていうのはね、やっぱり内容を考えたりですね、自分の本の中の、私の場合はですよ、えー、本の資料を整理したりですね、いろいろやっていくと、やっぱり、あの、やるまでに時間かかるんですよ。だから企画の段階で自分の中でね、やってる時に時間かかって、で、撮影してですね、 で、撮影自体はまあ30分40分で終わるわけですけど、これをまたね、動画の書き出しっていう作業があるんですけど、書き出しっていう作業にね、すごい時間がかかって、で、それをですね、編集して、で、それをアップロードして、サムネイルを作ると。もうこれはね、全部妻にやってもらってるんです。これ、全部一人でやったらね、一日ずーっと動画やってないとダメ。もう他のことできない。 だから本読んだりですね、物書いたりで全くできなくなっちゃうという状態ですから、私はね、これ分業がね、おすすめです。この YouTube は分業がおすすめです。で、特にですね、あの、夫婦でやるのが一番いいというふうに思いますね。だからこれからですね、私 YouTube の編集できますっていう女性を持ってる時代が来るかもしれないですよ。え、じゃあ YouTube やろうかとかいうですね、いろんなね、新しい出会いもあるかもしれないというふうに思います。 でもすごくよくわかります。僕たちは遊びを動画にしているとよく言われます。アスレチックや鬼ごっこ、スポーツのほか、友達にこんないたずらを仕掛けたら面白いんじゃないかというものを企画します。メンバー同士の仲の良さも見どころになっています。なるほどね。まだね、これは年齢見ると、1994年生まれだから若いんですよね。だから私より10個、20代ですまだ。だから20代。 でもね、この企画ね、この人たちね、何歳までできるのかっていうのはね、やっぱりちょっと、まあ、老婆しながらですね、60過ぎてこれやって、じいさんたちが、ワニワッカーとかやってても、見るんかなと、まあ、それはそれで面白いのかなという気はしますけどね、わかりません、まあ。いつまでね、これ続けられるのかっていうのはちょっとね、あの、お面白いなというふうに思います。私は基本的にですね、 あの、YouTube を始める時もそうなんですけれども、やっぱりね、あんまりね、若さっていうものを強調してはいけないというふうに思ってるんですよ。若さっていうのは必ず、あの、老いていきますから、人間は。だから、若いっていうのをですね、特徴にしてしまうと、 若いだけが特徴の人が多いたらですね、それ何も特徴がなくなっちゃうと。だから私は若手保守派というふうに言われるのはあまり好きではないんです。だから保守派でいいんです。だからまあ私なりの議論を展開できればいいというふうに思ってますから、別に私50になっても60になっても喋り続けることできるだろうと思いますね。ぶっ倒れない限りですね。でまあ、そういうことをやってる人で。でもね、この人たちのね、動画はすごいです。 えー、登録者数がね、700万人を超えてますから、これはね、あの、あれないですね。やっぱり立派なものですよ。で、自分たちで雇用を作って、自分たちでう、その6人でですね、専業でやってるわけですよね、これをなるほど、と。で、この方が言ってるのはですね、 テレビなどの、これはね、YouTube 始めたい人とかね、あの、にはね、結構やっぱり響きますよ。この、このね、YouTube に何も知らない人よりも、こっちの方がずっと役に立ちます。テレビなどと既存のメディアとの違いは、近さと速さではないかと感じます。僕たちは人気企画でもコメント欄で意見をもらい、次の動画に反映します。企画も編集も自分たちでしますから、視聴者と一緒に作っている感覚です。 生配信で質問に答えるというリアルタイムのコンテンツもあります。私もね、やっぱりね、これね、面白いなと思ってるのは、あの、ライブをですね、やると、やっぱり、やっぱり実際にお話ししてるような感覚になりますね。こちらもね。まあ僕の、だから、ちょうどいいぐらいなんですよ。全部コメント、大体わーっと見られるぐらいだから。あれがあんまりコメント入りすぎちゃって、だだだだだだって流れてっちゃったら見えなくなっちゃいますからね。まあだからちょうど、あ、あこの方今日もいらっしゃったんだな、とか、あ、こんにちは、みたいな感じでやるのは、やっぱり、テレビでそれってありえないでしょう。 テレビの中でですね、ああ、岩田さん、こんにちは、とかね、ないですよね。だから、まあ、それが、あ面白いという、これ僕もわかるな、というふうに思いました。また、見る側の楽しみとして、応援している人の成長が再生数などの数字でわかるというのもあると思います。あこれもそうですね。だから、私の番組を応援してくれる人がいるから、やっぱりね、大きく、少しずつですよ、まだ700万回とか、全然小さいですけど、えー、少しずつ大きくね、なっていけるのは、これ応援してくれて、ああ、 なんかあ、10万人超えましたな、ね、おめでとうございますとかね、こう、共にね、こう成長していくっていう喜びもある。これもテレビではない。思う。やっぱり、この人たちは実際にシルクロード氏はですね、YouTube やってるから、こういうね、あの、気上の空論だけ言ってる人よりですね、やっぱりリアリティがありますよ、こっちの方にね。で、この人もね、まだ若いんだから、自分でも YouTube 始めてみたらいいんですよ、学者としてね。 で、そしたらね、ツイッターから YouTube へとか、選挙と YouTube とかね、こんなね、もう、あの、表面的なこと言ってられなくなりますよ。YouTube は結構難しい。だから、その難しさについてよくわかってるし、どういうふうにやったらいいかっていうのも、この人はよくわかってる。だから、あの、立派ですよ。 で、えー、動画の再生数などから自分たちの影響力も実感します。そりゃそうですよ。だって見たら300万回とか再生されてるんですよ。ああ、これはそりゃすごいなと。700万人いますからね。そりゃすごいなと思います。でも、この人はね、だからこの人がね、YouTuber の社会的責任をどうするかなんていうことよりもね、この人たち実際にやってること書いてますよ。冗談であってもこれは言ってはいけないとか、こういうシーンはできるだけやめようということは常に考えてます。ちゃんとやってるんですよ。 こうやって、あの、残ってね、あの、こう大きくなってる人っていうのは、なね、あ、あなたたちになんかどうのこうの言われたくないと、YouTube もやったことないような人にですね、やれるもんならやってみなと、いう感じなんですよね。で、えー、僕自身は YouTube の影響力が増すことはマイナスだと思ってません。才能を持った人や、日本を変える人も出てくるかもしれない。悪目立ちする人もいますが、それはその人の問題で、YouTube がなくても別の媒体が取って変わるだけです。 素晴らしい。私もその通りだと思います。YouTube を目の敵にするのはですね、テレビとかね、マスメディアとか。これ、自分たちの影響力がなくなるからですよ。新聞だってそうでしょ ?YouTube とかに対してなんか、すごくネガティブな報道、すごく多いのはね。オールドメディアは自分たちの影響力が取って変わられるのが怖いから、YouTube を揶揄するんですよ。これ、騙されちゃいけないというふうに思いますね。YouTube はまだ成長段階にあると見てます。競争は激しく参入する人が増える一方で、やめていく人も多い。 ですが、始めから自分にはできないと考えるのはもったいない。自由に始められ、自分の専門分野を見つければ、まだまだ伸びることができる世界ではないでしょうか。賛成ですね。やっぱ、あこれ、あの、えー、ちゃんとやってるだけあってですね。よく考えてますよ。多分、この3人の中で一番真剣に YouTube について考えてるのはこの人ですよ。実際にだってやってるし、これ生活かかってるんだから、からこの人たちは、ただ見てるだけですよ。要するに、はぁ、へ、えーっていう感じですよね。当事者意識がない。こっちは当事者だから、やっぱり立派。 私はそう思いますで、その中でですね、私が、えー、か語るとしたら、えー、このね、えー、このシルク・ロード氏は、えー、こ政治とか語ってないけど、このね、選挙と YouTube について、ちょっとね、深く考えてみたいんですけど、政治家は YouTube を始まなくちゃいけないって意識が高まってきて、政党もこれに力を入れてますっていうふうに、中村氏は言うけれども、これは分析が甘い。なぜかと言ったらですね、前回の参議院選挙だから、YouTube は非常に、 効果を増したんです。ですから、政党の YouTube が見られるようになるのは効果がありますよ。例えば、自民党と立憲民主党と、どこか共産党と言ったところをですね、どれに入れようかなと、これが一番面白いなとかっていうのは、だからそれのフォロワーが増えていくっていうのは確かに意味あります。しかしですね、皆さん考えてくださいね。私実感してるのはですね、政治家の YouTube はですね、ほとんどの国民が興味関心がないっていうことですね。 これ政治家の皆さんねあの安易に YouTube 始めようと思われてる方いたらまず私は申し上げたいのは「やめた方がよろしい」ということですえー、YouTube やる暇があったらですね個別訪問した方がですね、えー、これは票、えー、につながりますなぜかつまり YouTube はですね日本全国を対象とするんで,すでこれは3人の全国比例とはですね 非常に相性がいいんです。全国だから、YouTube 見てくれる人は、北は北海道、南は沖縄までですね、それは応援してくれるんですよ。その人は。で、その人に一票入れられる。政党に一票入れられるんですよね。だから、全国比例の時には非常に大きな力を発揮します。しかし、衆議院は全国比例ではまずないです。比例がね。比例がブロックに分かれてますから、そのブロックだけで何人見られてるか分析できない。だから、これはですね、分散しちゃうんです。何分の1かになっちゃう。 だから比例だと。さらにですね、小選挙区になってくると、これはね、大きな代表伝のある、大人口のある、東京都の、えー、めちゃくちゃ人口が多い地域だったら見てくれる人多いかもしれないけれども、例えばですよ、えー、具体的にね、例えばそうですね、えー、北海道のね、小さな町とか、 え、あるいはですね、四国のね、えー、小さなあ選挙区とのね、人口もね、そんなに多くないというような選挙区をね、されてる人たちの地元でどれだけ見られるかって言ったらですね、これは非常に疑わしい。だから、そんな YouTube に力を入れてもですね、実際の地元の有権者に届いているっていうのは少ないですよということをまず申し上げたいというふうに思うんですね。で、あともう一つはね、政治家の YouTube は面白くないんですよ。 政治家の YouTube なんで面白くないかっていうと、なんかどうもね、当たり障りのないことを言うんですよね。つまり、ズバッと踏み込んだ発言が見られない。まあ、テレビで言うならね、日曜討論を見てるような感じになるのかな、NHK のね。真面目なんだけど、まあ、面白くはないということですね。で、しかも、その人が言ってる、どうせ自分のね、ことを肯定するんだろう そりゃそうですよね。自分のこと肯定しますよね、えー。我が党は間違っておりますとかっていうのはないわけだから、からもう面白くないということになってしまってですね、良くない。ということで、政治家の YouTube は、私が見てる限り、政治家として YouTube で、YouTuber としてうまくいってるなというふうに見えるのはね、玉木さんですかね。国民民主党の玉木さんは、なんか YouTube で結構見てる人多いんじゃないかなと思いますけど、それでもね、そんなに影響力はない。 あと、足立さんですかね維新ですかあの、あださんとかね。まあ、これはとんがった発言するから見る人がいるんでしょう、というふうに思いますけど。あとはね、やっぱりね、あそんな影響力を持ってる政治家の YouTube バーってね、少ないと思いますね。私は全国比例を狙う政党があれば、それは YouTube に力を入れるのがいいし、YouTuber をですね、ね有力な YouTuber を選挙に出すとしたら全国比例しかないと。 ああいうふうに思います。だから、それ以外はやっぱり個別訪問ね、やらないと意、意味がないというふうに思いますから、必ずしも選挙とですね、YouTube がくっつくっていうのはね、これ短絡的。つまり、これは参院選挙の全国比例だから意味があると。これはちゃんと選挙の特性も考えなきゃダメ。だからね、これはね、まず、あ、ちょっと分析甘い。で、これだからですね、私が思うに、で、 じゃあね、小選挙区では全く意味ないのかっていうことも考えてみたいと思うんですけど、これね、政治家本人がやってることには意味あんまりない、ないと思うんですけど、私自身がですね、前回の選挙でですね、応援してみたんですね。私はあの時はですね、無所属の、えー、衆議院ですよ、ね。衆議院で、京都からですね、出馬されてる北上慶郎先生をですね、応援したんです。あの、過去の見たらあ,あると思うんですけれどもね。 そうしたらですね、これはね、影響力がありました。というのも、なぜかと言ったらですね、その YouTube、私が応援している YouTube を、支援者の人がですね、友達になんかこれ見て、というふうに送って、あ、こういう先生だったの、あじゃあ応援してみよう、というふうになって、 で、応援してくれたとかですね、コメント欄見るとですね、今までずっと自民党に入れてたんですけど、今回も所属の、その選挙区に住んでますという方がね、やっぱり今回は入れてみることにしますと。ご主人が書かれたのかな奥様と、あとお子さんもちょうどあ選挙権持ってるから、3人入れますとかね。えー、で、なんか、弟さん夫妻も入れてくれますとか、こういうことがまた翌日だとか,か書かれていましてあ、5票とかですね。だから、やっぱりね、意味がないとは思わないけれども、だけど、それはですね、自分でやるより、 他の人に応援してもらったものの方がいいというふうに私は思います。衆院選挙の場合はですね。まあ、まあ私なんかはまだまだ弱小 YouTuber ですけど、えー、YouTube で大いに人気のある人から YouTube でこの政治家を応援せいということを言ってもらうというのはすごく意味のあることじゃないかなというふうに。それを支援者の人たちが見て、ああ応援しようと思って迷っている人にですね、この YouTube 見てみてよと。あ こんな人だったんだ。立派な人なんだねと。あ、じゃあ入れるよと。ここれができるということですね。つまり、ポスターとかだけではなくてですね、なぜこの政治家がいい政治家なのかっていうことを具体的に言ってもらう。自分で言うとね、なんかうさんくさいですよ、やっぱり。で、他人が言ってくれて、で、それをある程度説得力があれば、なるほどと言って入れてくれる人は増えると。ということで、YouTube は、選挙と YouTube、もっとね、分析した方がいいと思うんだけど、 朝日新聞もなぜね 政治学者が YouTuber になってるのに私のところに来ないと一体何事かと。だから変更してるメディアだというふうに言われるわけですけど。まあ、朝日新聞としてもね、私のところ来たくないですよね。もう口を開けば朝日新聞のこと悪く言ってるわけですからね。まあ、来たくない気持ちもわかるけど。だけど、私は、あの、自分が実際に選挙の応援でも YouTube 活用したし、政治家の分析もいろいろしてるし、で、YouTube についてはですね、またね、YouTube と政治家、ユーチューブと選挙についてはね、もっともっと深めてね、研究していきたいというふうに思います。 でツイッターはこれも同じなんです結局5万人フォロワーがいてもですねそのうち何人がその選挙区のフォロワーなのかわからないじゃないですか結局ね。だから選挙区のを大事にしななくちゃいけないけというふうに考えるとやっぱりそれはですね YouTube に出るよりも。 やっぱり個別訪問したりですね、この手を振ってね、国道や県道でね、誰も見てないんじゃないのというようなところで手を振ってると見てて、ああ、こんな寒い中も頑張ってくれてるんだなというふうに応援してもらえるわけですよね。だからそういった努力はまだまだ政治家の中では大事だというふうに思います。あのネットに頼れば選挙勝てるっていうのは幻想だと私は思います。ただし、全国比例は別。全国比例はこれは全国比例に チャレンジする政党や、えー、その人たちがですね、YouTube を始めないことの方がおかしいと思います。あ、だから全国比例で言えばね、えー、例えば佐藤正久先生とかですね、青山茂春先生とかですね、こういった人たちは YouTube でやっぱりみんな見てますよね。えー、で、この人たちがやっぱ見て、あ、いいなと思って入れるわけですよ。だから、こういう参議院の全国比例ですよ、皆さんね。だから、こういう人たちにとっては意味があるというふうに思うし、 全国比例出るのに YouTube 始めてないっていうバカ者がいたらですね、それは一括した方がいいと思いますね。もっと力入れろと。毎日が、毎日が広報みたいなもんなんだからね。これやらないのはアホやということですね。言ってあげなくちゃいけないと思いますね。だから、もうね、選挙のあり方と YouTube のあり方っていうのの特性が合ってるところでしかですね、それはうまくいかないです。どんなに YouTube で、例えばですね、100万人登録があったとしたって、 その人がですね実際に選挙区で出る地域では何人いるのかということを考えなくちゃいけなくなってくるわけですね。だから私はあの本当にねこの選挙区事情というものを捉えずにね この選挙のと YouTube について語ってるっていうのはね、やっぱまだまだダメだなというふうに思いますね。で、この、この人に至ってはもう YouTube について分かっとらんだろうというような話でで、まあ、彼がね、あの、一番あの、真面目に YouTube について考えてるなという気がしました。もちろん政治じゃないから、政治については語れないでしょうけれども。ということでですね、私は、あの、今回の記事見てですね、朝日新聞はやっぱりですね、 この二人、ほとんどいらんよ、というふうな感じがしましてね。あの、分析が甘すぎる、というふうに思いました。やっぱり YouTuber の人はやっぱり一番真剣に考えてるな、ということを思いまして。私もまたね、ユーチュー政治学者 YouTuber になるか、政治学者 YouTube を分析するというのもですね、やってみたいな、というふうに考えてます。まあ、今話したことは大体のですね、プロットですね。選挙と政治家はですね、選挙だと言って、安易に SNS に頼ればいいというものではないということです。ですから、 まあね、今後、政治家を対象としたですね、あの SN、SNS 活用セミナーみたいなのも開こうかなというふうに思ってるんですけどね。まあ、共産党には教えませんけれども。えー、ですけど、あその、やっぱ心あるですね、議員の人たちに、あなたの選挙区でやってもあまり見ないですよとかね、無駄な労力をやらない方がいいですよとかね、じゃあ何をやった方がいいかとかですね、まあ、その人に応じたね、えー、だからコンサルタントをね、やっていきたいというふうに思っています。やっぱりいい人が、一人でもいい人が、 日本の政治家になってほしいというふうに思ってますから、自分自身は政治家になるつもりありませんから、いい人をあの国会に送り込むということは真剣にがん頑張りたいと思ってますので、えもし、我こそはという方が、もしご覧になってたら、ご連絡いただけたらというふうに思います。さて、えじゃあイソップ語を読みたいと思います。333番。もう、よもう333まで来ましたね。うさぎときつね。 知りたがりが好奇心を悪く働かせてとんでもない不幸に遭うことがよくあるということ。ウサギがキツネに向かって、君は儲け屋と呼ばれているけれど、本当にがっぽり儲けているのかねと聞くと、キツネは答えて、嘘だと思うなら家に来てごらん。一席儲けるよ。と言った。そこでウサギはついていったが、中には、えー、羊の食事になるものは当のウサギしかいなかった。 そこでうさぎのうには授業料が高くついたがお前の名の由来が分かった「儲ける」からではなく「だまえー、欺く」から来てるのだとな。なるほど面白いですね。でも殺されなかっただけよかったですよねこれ。だからまあこれ逃げ出したんでしょうねおそらくね。まあ知りたがりの好奇心まあね好奇心旺盛であるということはいいことだと。 いう人いますし、いやー、何事も経験だよとかいう人いますけどね、よくね、そういうこと言う人いるんですよ、この教員とかでもね。何事も経験だよってね、こんなね、いい加減な話ないですよ。何事も経験ではありません。例えばですね、地下鉄でサニーを巻くとかね、何事も経験だよと、許されるわけないだろうっていう話でね、何やってんだと、何事も経験っていうのはね、犯罪じゃないっていう前提ですよ、そゃあーの、 山に登ってみるとかですね海に泳いでみるとかそれは別に何も悪いことじゃないですよであるいは外国行ってみるとかねでそれはいいと思いますけれども何事もっていうのはねもうちょっと考えてくださいよとじゃあ万引きしたのもいい経験だとね万引きスリルを味わってねなんかこうお前もいい経験したなと何事も経験だよとなるわけないでしょと大泥棒になりますよそんなちっちゃいうちから、えーまあ、万引きやってねそんなの褒められていたらねイソップクーアでも昔ありましたよねそういう話がね。 まあということでやっぱあの好奇心を持つということはいいことだけどやってはいけないことに手を染めてはいけないですね麻薬とかですねそういったものに手を染めてはいけない犯罪に手を染めてはいけないここはやっぱり考えておく必要があるしやっぱり好奇心だけで動くと悪いことにもなりますよということをイソップぷばは教えてくれているというふうに思います今後もですねこの番組を継続してまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げますまたですね 夏季の振込講座よりご支援賜りますかあるいはですねメンバーシップにご登録のほどよろしくお願いし上します。